藤間勘五郎、両明郎撮影現場。藤間勘五郎は、日本の舞踊家であり、振付師。本名は、安藤和夫。大阪府大阪市出身。血液型大型。宗家藤間流の関西での古参画。国立劇場養成加工師や、日本舞踊協会京都支部役員。戦後は、映画での舞踊指導などにも取り組んだ。妻は、 舞踊家の藤間勘紫ことぶきで、息子は藤間四郎。藤間勘、紫久志藤間五郎と、勘、紫久志昭和12年4月、藤間竜、宗家、六世、藤間十郎に入門昭和17年10月、六世宗家より、藤間四郎拝命昭和18年1月、出生。陸軍に配属昭和20年10月、 陸軍中尉で岐阜昭和24年1月、京都に稽古場を構える昭和26年4月、劇場映画の振付を手掛ける昭和27年、大阪に稽古場を構える。関西歌舞伎の振付師となる。以後、仙台、中村元次郎、片岡二左衛門、仙台、中村富十郎、中村若衛門、中村仙尺、実川縁尺などの振付を担当する。この頃より、 大英、東英、小畜等、約500本の劇場映画の振付を手掛ける。昭和29年、三世位、藤間勘五郎襲名昭和31年、第1回、藤間五郎舞踏会を、京都南座にて主催、以後各年開催昭和32年、藤久市会藤間流舞踏会主催、以後各年開催東英歌舞伎座旗揚げ公演振付、昭和39年、 大川橋造、新生歌舞伎座旗揚げ公演振付東京に、稽古場解説昭和42年、三空ひばり定期公演振付昭和44年9月、国立劇場、歌舞伎俳優研修の講師となる昭和58年、東映俳優養成所の講師となる昭和59年、大阪国立文楽劇場養成科の講師となる、平成3年、 国立劇場養成科歌舞伎俳優新人研修、講師となる平成4年、ハリウッド映画作品振付。ありがとうございます。